穂ず七郎は日本の政治家、日本社会党衆議院議員。父は帝国議会議員を一期務めた鈴木林蔵。兄はアジア学生文化協会などの設立者で社会教育課の穂ず五十一。岐阜は愛知県知事を一期務めた小畑忠義。新城市長の穂ず良二は子。愛知県八名郡七郷村出身。旧姓は鈴木。 生まれる前の1904年6月27日に父を亡くした。1926年に東京帝国大学に入学。共に入学した兄の保住51は国家主義者らからなる帝大七聖者に所属していたが、左翼の新人会とも交流し、両者の仲介も行った。1930年に東京帝国大学経済科を卒業し、 商工省公務局に入省1933年、大企業用語の政策を嫌って退官し、加藤官知の農民農場に入る。日本労働総同盟に入り、日本労働学校主事、労働日本主管となる。戦時中は大日本産業法国会参事、大日本言論法国会理事として活動した。この F ミマロの一派に加わり、軍部批判で、 特別高等警察に逮捕される。戦後の1946年の第22回衆議院議員総選挙で、愛知2区から無所属で立候補して初当選する。当選後は、無所属クラブ、新政会、国民党、国民共同党に所属した。衆議院議員として、日本国憲法制定には、反対票を投じた。翌年、言論会での活動のため、 公職追放となる。追放解除後の1952年の第25回衆議院議員総選挙において、愛知5区から無所属で立候補したが落選。翌1953年の第26回衆議院議員総選挙で、左派社会党から立候補して当選した。社会党では、外交部会長、中央執行委員などを歴任し、松本慈一郎派に属した。 1955年に、放送議員団の幹事として、のみぞまさるらと共に、シベリア抑留により帰国できない、日本人が収容されている岩のぼ収容所及び、ハバルフスク収容所を訪問している。なお、フルシチョフは、議員団に対して、平和条約締結との引き換えに抑留者を帰国させる、ことをほのめかしてきたが、ホズミは、客観的に見て、人質があるので、 向こうは領土問題に強硬なのだという事実はどこにもない。不明確なのは日本が調印した幸福文書やさらに決定的なのはサンフランシスコ講和条約だと自派にとって都合の悪いソ連の人質政策を感化した。1954年6月に30日間の党員停止の処分を受けた。1968年4月佐藤栄作首相に対し 売国奴であると発言し30日間の党員停止の処分を受けた。1969年の第32回衆議院議員総選挙で落選し、政界を引退。新東京国際空港の一つぼ、共有地の名義人の一人であった。1995年12月10日、人不全のため、東京都文京区の病院で死去、91歳。 震災欲運動にのめり込み、穂積が産業報告会に戦前席を置いていたことを知った高校生だった領事から戦前は戦争協力者だったんじゃないか。今は議員という特権階級に身を置いて反戦も口だけだろとののしられ、あの時にできた精一杯のことをしたと悲しげな顔をしながら答えた。学生運動について学生諸君の言っていることは理解できると語り、 交換を押し村区は標法を知らずが口癖だった法住は、その後も過激な運動に走る息子を止めることは、なかった。妻と死別した後は、岡山大学北鶴漁襲撃事件での服役から、帰ってきた領事から介護を受けていた。ありがとうございます。